ここがあいつの本当の故郷か。なんか違う。人間の村なの？こりゃ見たこともないガラクタがいっぱいありそうじゃねえですか。これは僕の力では彼女について見えないわけだ。ここは世界から切り離されていた。ここで待っていれば会えると思っていました。あなたは知らなかったでしょうが、この部屋は村に何かが起こった時、亀様を避難させるためのものなのです。この島に来られたということは、飛竜を手に入れることができたのですね。おめでとうございます。次にあなたが何を求めているのか、私には分かっていますよ。ペガサスを探しているのでしょ。エテーネの大地で眠りについたとされる伝説の天馬ペガサスを。この亀様こそがペガサスなのですよ。かつての戦いで力を失ったペガサスは、亀様に姿を変えて生き延びました。そして今は深い眠りについているのです。亀様に力を与え、再びペガサスの姿を取り戻させるには、天使の花が必要となります。清き水の洞窟に咲いていた花は焼き尽くされていました。ですがあなたなら、きっと新たな花を手に入れられるでしょう。さあ、天使の花を探しに行ってください。この島のどこかにその鍵があるはずです。相変わらずうさんくさくて、わけわかんねえこと言うやつだぜ。天使の花ですか？もうないのに、きっと見つけられる。何かの謎かけでしょうか。考えてもしょうがないわ。とりあえず動きましょう。
なんだてめえ、ここいらじゃ見ねえ顔だな。こんなところまで来やがるなんて。さてはてめえ、あの借金取りの仲間だな。代替わりしても俺にはわかるぜ。だが何度あいつの居所を聞きに来ても無駄だ。あいつはもうずっとここには来ちゃいねえし、連絡も取り合ってねえんだからよ。なんだ、とぼけた顔しやがって。お前あの借金取りの仲間じゃねえのか。おう、そうか、借金取りじゃなかったのか。言われてみればそれっぽくない顔だな。でこんなところまで何しに来やがった。お前一体何者だ。おうほう、どっかで聞いた名前だな。とにかく用もないのに人の家に上がり込むんじゃねえ。分かったな。
いい経験になったぜ。